去年は本当にもっとチームメイトを助けられたから、プレータイムが全然なかった。 B1 で通用するディフェンス身につけるのがしんどかった。コートに立てない時間帯がある。生かしきれなかったな。バスケが好きなんでがむしゃらにやる。失敗は必ず起きる。次に生かす。声をかけてくれるんで、それを励みにチームに勢いを与えたいです。人としてさらにステップアップできるよ。自分らしいチームの引っ張り方で自分がハンナリーズの顔になります。でっかい人になりたい。自分なりのキャプテンシー。ステップアップステップアップステップアップハンナリーズ。